勝手です。今回は焦がし生姜焼きを作っていくでござる。焦がした玉ねぎと生姜がうますぎてやばいやつで揃ろうってことで、生姜焼きを作っていくでござる。豚に感謝していただくでござる。生姜の香りが効いてめちゃくちゃうまいでござる。焦がした玉ねぎと生姜がマジでうまい。こいつをご飯にかけて食べれば無双で候ってことで、次回はガーリックライスを作っていくでござる。チャンネル登録して待つで候。最後までご視聴ありがとうでござる。ここに表示されてる動画もおすすめでござるよ。